次に串渕真理君委員長令和新選組の串渕真理です、えー、まず冒頭イスラエルによる容赦のないガザ無差別攻撃に対し日本政府は即時停止を求めずに事実上ですねこの大虐殺を追認していることに強く抗議いたします政府は何やってんですか 令和新選組はすでに10月19日、外務省で、同盟国、アメリカに対して、今すぐイスラエル支援をやめるように働きかけること、そして国連などの場でですね、イスラエルによるパレスチナの占領政策は国際法違反であるということの検証と是正、これをするように要請をいたしました。改めて、そのことを強く政府に申し入れます。 さて今日は旧統一教会の被害救済に向けた財産保全について質問いたします。11月7日、教団が記者会見を行いました。しかし、お詫びはするが、謝罪はしないという全く不誠実な態度、そして国に100億円の供託金をポンと出して幕引きしようとする姿勢、これは明らかにですね解散命令逃れ、財産保全逃れではないかと。 被害者のみならず全国民が不信の目を向けています今極めて教団の財産を保全する法整備が必要です、えー、このパネルをご覧ください、えー、こちらは文科省が出した改正命令請求の説明資料の一部ですが結論としてこのように言ってるんですね 本件、宗教法人の法人格は、不法行為ないし、目的逸脱行為による財産獲得の受け皿として機能したもの。法人格を与えた趣旨に反していることは明白だ。だから、解散命令請求を出したというわけです。そして、その不法行為などによる結果が左の表です。この巨額の財産につながっているわけですね。教団が所有する土地の推定評価額上位10地点のリストですけれども、これら土地建物に、 不法行為や目的逸脱行為によって形成された財産が含まれる、文科省はそう判断したから、このような解散命令席を出してるんですよね。だとするならば、被害者救済に充てるために、すぐにでも必要な法律を作り、まずは財産を保全することが当然ではありませんか。さらに問題は、こうした不法行為による財産の一部で、新しい不動産が取得され、そこに巨大施設が建てられようとしていることです。 この表の2段目を見てください。本部の次に推定評価額が高く、面積はダントツ1位であるのが、東京都多摩市に計画されている巨大施設です。パネル2をご覧ください。こちらがですね、研修施設を作る目的で、解体工事が進んでいる様子の写真です。私も現場場行っててきましたた地図を見ていただくと分かる通りこの場所は 都立長山高校の目の前、国士舘大学のすぐ隣、近隣にはほかにも学生向けの施設があって、教育上の観点から極めて重要な場所であるわけです。え副大臣にお,かお聞きいたしますえ。多摩市の土地取得の原資にも、不法行為や目的自殺行為による財産が含まれている可能性が十分にあるわけですから、土地を保全して利用を制限する、被害者の損害賠償や不当利得返還に充てる。 これが本来の筋であると考えますが、いかがですか今井田副大臣。まず旧統一、旧統一教会の行為は、財産的利得を目的として、 献金の獲得や物品販売に当たり多くの方々を不安や困惑に陥れその親族を含む方々多くの方々に財産的精神的な犠牲を余儀なくさせてその生活の平穏を害するものでありました被害者の救済について文化庁としては非常に重要であるというふうに考えておりますまた財産保全につきましては債権者が 民事保全の手続きにより行うこととなっており、政府としては法テラスにおいて電話相談や民事保全の申し立てに際して、援助等を行っていくものと承知をしております。はい、また議員立法の法の案や 被害者救済の実効性確保につきましては、与野党各党においてさまざまな動きがあると承知をしておりまして、そうした動きも注視してまいりたいと思います。政府は何をやるんですかということなんですかで。あの指名してから立ってください。わかりました。串口真理君。政府は何やるんですかということをお聞きしているんですね。で、文科省自身が出している解散命令請求の一番の理由が不法行為や目的逸脱行為による財産の獲得であるわけですから。 それが土地の原資になっているのは明らかなんですよ。だとするならば、被害者救済を優先させるのが当然ではないかということをお聞きしてるんです。しかも教育施設の周辺における建設計画については、さまざまな声が上がってるんですね。パネル3、ご覧ください。上は国士舘大学から教団に対しての申し入れです。大学院生、学生が勧誘を受ける、違法行為の加害者、あるいは被害者として巻き込まれる恐れがある。 また地元の多摩市長からは、文科省に対しても6月申し入れありましたよね、被害者の財産も原資に含まれるのではないか、市民の暮らしが脅かされる、適切に対応してほしいという要望が出てるはずです。10月3日には多摩市議会でも全会一致で意見書が採択され、それが文科省にも届いていると思いますよ。加えて10月12日、改めての建設中止と被害者救済のためにも、保全措置が早急に必要だという市長のコメントも出されています。 副大臣学校行政を司る文科省として、新たな被害者が生まれるかもしれない可能性について、事前に対処する責任をどうお考えですか、お答えください今、副大臣、はい、今委員がご指摘いただきましたように、6月の7日に、いわゆる多摩市長が、 多摩市長が文化庁に要望書を施行をしたことで、さらにですね、先ほどもご指摘のありました、えー、大学からもです、ね、旧統一教会に対し、キャンパスに隣接する土地を開発をし、そこを活動拠点とする計画の中止と撤回を申し入れたこと、これ、7月20日というふうに認識しておりますが、こういったことはお聞きをしております。で文化庁から多摩市長に対しては、その際に旧統一教会の業務等に関する 客観的な事実の把握に努めていることなどを説明したと聞いておりますで。文化庁といたしましては、この多摩市からの要望も踏まえまして、報告聴取、また質問権の行使を行うなど、さまざまな事実関係の把握に努めて、10月13日に解散命令請求を行ったところであります。この解散命令請求につきましては、引き続き適切に対応してまいりたい、まあ、裁判になってまいりますので、適切に対応してまいりたいというふうに思っておりまくしぶ渕真理君。 時間が来てしまいましたのでまとめますけれども、政府は本気でやる気があるんでしょうか。このままだと、総選挙目当てに総理はポーズとして、文科省に解散命令請求を出させたとしか思えません。自民党公明党は、 財産保全に後ろ向きな報道が出ておりますけれどももしもそれが本当ならですね被害者を全く救済する気がないそれどころか旧統一協会と関係を断つという宣言は真っ赤な嘘だったということになりますよ令和新選組は被害者救済のために必要な財産保全の法整備を求めていくとと,ともに引き続き 自民党と旧統一協会の一体化による、この政治の歪み、これを徹底的に正すために、国会に特別調査委員会を設立することを改めて求めまして、私の質問を終わります。ありがとうございます。